この環境の攻略状況も中盤を乗り越えようとしている気がするね。どうも、黒いでございます。今回からメカニズムに着手する条件が整いましたので、早速メタラジックインジューザーを作成しようと思います。作成レシピには手が加えられていて、前回で作成した素材などが必要となっております。揃えさえしてしまえば、すぐに作成できるのですけどもね。ひとまず、これでクエストの方はクリアとなります。メカニズムに到達したということでできることもいろいろと増えてきます。それでは、メカニズム着手という嬉しい第一歩として、このメタラジックインジューザーを稼働していきましょうか。このマシン使い方は簡単で、紫の枠に注入する原料スロット、赤い枠に加工する素材スロット、青い枠が完成物のスロット、緑色の枠が電力供給のアイテムスロット。という感じで、主に左側のスロットに素材、原料をセットして、電力を供給すれば使うことができます。今回はレッドストーンパウダーを原料に、鉄インゴットやオスミウムインゴットに注入しましょうか。鉄インゴットにレッドストーンをメタラジックインジューザーにて加工するとエンリッチドアロイが出来上がります。一方、レッドストーンをオスミウムインゴットに注入すると、別の素材に変化します。こちらも大事になるので、ある程度在庫を確保しておきましょう。エンリッチドアロイも大事ですし、これから出来上がるものも大事。というか、メカニズムを進める上で、情がつくほど要求される中間素材ですね。とりあえず、これで次のクエストに取り掛かりましょう。お次に取り掛かるクエストは、上に繋がっているクエストにしましょうか。クエスト内容はエンリッチメントチャンバーを作成するものですね。このエンリッチメントチャンバーは、メタラジックインジューザーの原料を圧縮するために使用します。素材自体はすでに入手しているので、問題なく作成できます。序盤からメカニズムに着手できる場合ですと、エンリッチメントチャンバーを作成することで、鉱石ブロックからインゴットを2個入手することができるようになりますね。現在の環境ですと、すでに鉱石ブロックからインゴットを3個入手できるようになっているので、この機能は正直今更感が拭いきれませんけども、今回の目的はそこにないですし。メタラジックインフューザーに投入する素材を圧縮することで、効率化を図ることができる方が重要ですね。この圧縮した原料は、そのまま原料をメタラジックインフューザーに投入するよりも8倍ほど効率よくなります。通常であれば、1個のアイテムに対して、素材に注入できないのが、8個注入できるようになる。というのは非常にありがたいものです。といった感じで、効率よくメカニズムの中間素材を入手できるようになったので、クエスト攻略に戻りましょうか。お次に取り掛かるクエストは、下部分のクエストになりますかね。先に進むのも一向の価値はあるのでしょうけど、最初から選べる選択肢のものを攻略したくなる性分もありますし。ということで、今度はロッククラッシャーを作成しましょう。こちらはまだ入手したことのない中間素材が必要ですが、レシピを確認したところ、問題なく作成できますね。ということで、中間素材を作成してからの、これで完成となりますね。クエストはこれでクリアとなります。このマシンはどういう用途で使うものなのかをちょっと確認してみましょうか。とりあえず、適当な場所に設置してみまして。あまりにも適当すぎますかね。そのうちリフォーム予定ですし、その時にはちゃんと考えますが。このマシンはグラナイトなどの整地するときにあまりがちな、石系ブロックを粉砕するためのマシンのようですね。確かベリリウムとか、ニュークリアクラフトで必要になったような気もします。現状であれば、特に必要な雰囲気もなさそうですけど、クエストの派生先がしっかりと必要となることを物語っておりますね。お次のクエストにて入手するべきアイテムがマンガネーゼインゴット。電池などで有名なマンガンでございますな。こちらを入手するにはどうすればいいのかを確認してみることにしましょうか。精錬を繰り返す。のかな？何度も精錬を繰り返すということであれば、フィルタリングで自動生産施設を作成することも簡単に行うこともできそうな予感がしますね。ああ、なるほど。このアイテムはロッククラッシャーのレシピで確認しておりますね。となれば、クエスト完了までの攻略ルートは、グラナイトの作成を行い、ロッククラッシャーで粉砕し、あとは精錬を行うのみ、把握できました。であれば、早速やっていきましょうか。まず、グラナイトを作成するところから。まず、最初にディオライトを作成し、ディオライトとネザークオーツを組み合わせてグラナイトを作成。これをロッククラッシャーで粉砕して、クラッシュドロードクロサイトを入手します。ロードクロサイトは騎士マンガン鉱という鉱石ですね。パワーストーンとしてもそれなりに知名度があるものではないでしょうか。私は興味がないので、どういった効能かまでは存じ上げませんが。このクラッシュドロードクロサイトを精錬することで出来上がるのが、マンガネーゼオキサイドダスト。酸化マンガンの粉末が出来上がりますね。酸化マンガンよりも二酸化マンガンの方が、電池に使われていることから知名度がありそうですね。この酸化マンガンの粉末をさらに精錬することで、マンガネーゼオキサイドインゴット。酸化マンガンインゴットが出来上がります。この酸化マンガンインゴットをさらに精錬すると、ようやく目的となるマンガネーゼインゴットが出来上がります。
精錬の過程が3回も繰り返すので、経験値稼ぎに使えればいいのにな。これでクエストも無事にクリア。問題ありませんでしたね。さて、お次のクエストルートが挟み撃ちのような形になりますが、ある意味チート染みたモッドのマシンを作成しますよ。作成するのはケミカルディゾルバー。元素に分解するようなマシンです。作成方法を確認したところ、先ほどのマンガンインゴットにアップグレードした電子回路が必要なようですね。それと見慣れないアイテムもいくつかございますが、それらは作成できそうかな。こちらは問題なさそうですね。サボテンも栽培してますし、占領の問題も受け。核となる中心のブロックも素材の問題はなさそうです。鉄の在庫がそろそろ怪しいですが、まあ、いいでしょう。まず、電子回路のアップグレード。こちらの工程は何度も繰り返す作業なので、自動生産を考えても良さそうですね。次にエンプティフレームの作成。こちらもおそらく中間素材として、たくさん作ることになるのでしょうか。緑色のガラスも問題なく作成ができますね。この色合いであれば、内部装飾などに使うことも良さそうです。というわけで、目的となるケミカルディゾルバーの作成も問題なく完了です。作成するのは簡単ですが、運用はどんな手間がかかるのでしょうかね。というわけで適当な場所に置いて、どのような挙動なのかを確認してみることにしましょうか。マルチブロック形式でないことだけを願っておりますが。あ、なるほど。素材をセットしたら元素に分解してくれるのですね。この元素をいろいろと組み合わせたりすることで、新しいアイテムに変換することもできるようになるのかな。それであれば、もう片方のクエストで作成するこちらのマシンが組み立てるマシンに該当するのでしょう。ということで、ケミカルコンバイナーも作成しちゃいます。必要となる素材は先ほどと似ているようですが、電子回路がちょっと違いますね。ああ、なるほどなるほど、アップグレードした電子回路をさらにアップグレードする必要があるみたいですね。それに必要となるのがダイヤモンドである。と。作成の道筋が分かったところで、早速取り掛かっていきましょうか。まず、ダイヤモンドをエンリッチメントチャンバーで圧縮するところから。そして、メタラジックエンジューザーでエンリッチドアロイにダイヤモンドを注入していきましょう。鉄の在庫に余裕ができたら、メカニズムのマシンもアップグレードした方が今後のためになりそうですね。ともあれ、リインフォースドアロイが完成となりました。あとはアドバンスドコントロールサーキットとリインフォースドアロイを組み合わせて、エリートコントロールサーキットにアップグレードをして、これでケミカルコンバイナーの完成となるわけですね。おそらくこちらも電力を供給すればすぐに利用できるでしょう。クエストも無事クリア。とりあえず、さっきの上部分にでも置いておきましょうか。ふむふむ、見た感じですと、クラフトグリッドに元素を配置しておけば、アイテムが出来上がるようですね。試しに何か作成してみることにしましょうか。先ほどの石炭を分解した炭素を使って、これでマシンを稼働すれば、ダイヤモンドが出来上がるはずです。あ、ちゃんと出来上がりましたね。これをうまく運用すれば、いろいろと便利になりそうですな。さて、ここまでクリアしてくれば、あとは先に進むだけでしょう。残っているクエストも6個。早いペースなのかな?お次はオスミウムコンプレッサーの作成。こちらもメカニズムで大事なマシンとなります。あ、こちらはすぐに作成することができそう。うん、問題なく作成することができますね。これで、ロビットちゃんやデジタルマイナーなどの便利なマシンも、作成できる下準備が整ってきましたね。今回はその先駆けとなるものを作ることにしましょう。まあ、このマシンを使って作ることのできるアイテムは2種類しかないのですが、この2種類のアイテムがちょうどキーアイテムとなるのがいやらしくもありますね。リファインドオブシディアンインゴットは最上位のマシン作成に必要となりますし、リファインドグロウストーンインゴットはテレポーターなどの作成に必要となるのです。今回は、リファインドオブシディアンインゴットを作成していきます。まず、黒曜石を粉砕したものを用意し、それをメタラジックエンジューザーにてダイヤモンドを注入しましょう。そうするとリファインドオブシディアンダストを作成することができますので、こちらをオスミウムコンプレッサーでオスミウムと混合させます。そうすればリファインドオブシディアンインゴットが完成するというわけですね。ちなみにリファインドオブシディアンダストはエンリッチメントチャンバーで圧縮することも可能で、メタラジックエンジューザーでリインフォースドアロイをアップグレードするために必要な素材にもなっております。使用用途が地味に多いですね。ちなみにこの出来上がったアトミックアロイが最上位素材になるのかな?あとは、エネルギータブレットを作成しまして、適当な組み合わせでメカニズムの超便利ツールであるアトミックディザスメンブラーの完成となります。これで電力が続く限り、便利なツールを入手したので、いろいろと楽ができそうです。もちろん充電に必要となる設備も大事なので、そのあたりもしっかりとやりますよ。キャパシターバンクがあれば充電ができたような気がしますので、サクッと作成しちゃいます。というわけで充電を行いましょうか。充電用のスロットが見当たりませんね。調べてみると充電器なるものがありましたので、そちらを作成しないといけないようです。これがあれば、充電ができるようですね。
いつの間に追加されていたんだ。さて、これで今度こそ充電ができるようになりましたね。ただ、最初に作るようなものなので、充電の速度が遅すぎますな。じゃあ、さらに強化すればいいわけで、すでに素材も揃っているので、軽く強化しちゃいましょう。ただ、こちらの場合、キャパシターが必要になるみたいですね。ちょっとめんどくさいですが、4の5も言ってられません。このくらいであれば不満も出てきませんし、十分すぎますね。これで、拠点の整備、整地が非常に楽になること間違いありません。といった感じで、今回はここまででしょうかね。ここまでのご視聴ありがとうございました。